ベルギーの象徴主義の画家フェルナン・クノップなんですけどもね、はい、あのこれ、まあ、アイブ、アイブっていう言葉、あの動物の頭撫でたりする時にも言う言葉だから必ずしもやらしい意味でもないんだけど、はい、これスフィンクスのアイブとかさ、あと芸術っていうタイトルでも呼ばれるんだよ。ね、これなんでスフィンクスが芸術とも呼ばれるのかっていうことなんだけども、うん、これは以前もこのチャンネルで見ましたよね。ギュスタヴ・モローのこのスフィンクスとオイディプス、これにインスパイアされて書かれた作品であることは確実なんですよ、うん、まあ、クノップフ自身も認めているところで、このクノップフは1878年、ちょうど20歳の時にパリ万博でパリという時にモローの作品見てものすごく感激してるんですよ、うん、でそんなこともあって後にこの作品を書くんですけれども、はい、スフィンクスってもともとは体がライオンで顔はファラオだよね、うん、でそれがギリシャに行って、古代ギリシャではこの顔とちぶさが女性で、わしの翼が生えて体はライオンっていう、うん、ギリシャ神話ではそういう姿として描かれるんだよね。だからモローはその姿に忠実に描いてるんだよ、はい、だけどこれ違うよね、はい、翼もなければさ、ライオンでもなければ、これどういうことですかっていう話なんですよ、はい、これ柄で見るとチーターなんですよ、うん、だけどチーターじゃないと俺は思うんだよ、うん、これ多分ね、ヒョウのつもりなんじゃないかと思うんだよ、うん、レオパードの、うん、でというのはクノップはチーターあんまり好きじゃないんだよ。チーターはヘビに似た最も卑屈な野生動物であるって書いてるんだよ、クノップが。だからチーター嫌いなはずなんだよね。でそれに対してこれをヒョウと考えると、ヒョウっていうのは割とその西洋の図象学の中ではやっぱり夜、夜行性の動物だから、月の女神のアルテミスとか、あるいはお酒とか酔いの神ディオニソスやなんかの化身とされる動物なんだよ。でまあやっぱり夜とか月とかの世界のあれだから、魔術的世界の象徴として書かれることがある動物なんで、多分これはヒョウのつもりなんじゃないかなという気がするんですよね。でこの2人仲良し、ちょっと顔似てないか。似てますね。似てるよね、はい、この辺どういうことなのかなっていうのもあるじゃないですか、うん、これモローのやつは顔は決して似てないですよ、はい、これ似てますよ、うん、なんだろうなっていうのがありますよね、うん、でどうしてまたこれが芸術というサブタイトルがついてるのかっていうところも気になりますよね、はい、この人はそのパリに行ったりなんかしてる時にジョセファン・ペラダンっていう人にハマるんですよ、うん、でこのペラダンっていう人はオカルト好きの人だったらみんな知ってるんですよ、この人なんですよ、うん、ほらオカルトだろ、もう見た目が、はい、見た目がオカルトなんですけども、この人はフランスの、まあ、作家であり神秘思想家なんだよね、うん、それで1884年に思考の悪徳っていう作品を書いて、これがすごく人気を博すの、ね、それで集まってきた仲間たちと一緒に1888年にバラ十字カバラ団っていう教団を作るんだよ。で新興宗教みたいなんだけど、実質は何ていうかオカルト好きのサークルなんだよ。それで後にペラ団はカトリックバラ十字団っていうのを作るんだよね。で、まあ、バラ十字会自体はその中世になんとかローゼンクロイツってやつがいたという伝説に基づいて中世からあるっていうんだけど、もうその19世紀のパリでできたペラダンのバラ十字会ってのはもう独自の文化人サークルみたいなやつなんだよ、うん、でこれにクノップフハマって、その思考の悪徳にインスパイアされた作品を書くですよここにもスフィンクスいるんですよ、うん、ドクロスフィンクスがいますよね、はい、もうスフィンクスはもうマストなんですよ、この人、うんうん、その女性の魔性を象徴するものとしてマストなんですよ、はい、そういうこの神秘主義好き、黒魔術好きっていうところが一つ特徴です、この人、うん、からもう一つの特徴はこのペラダンの思考の悪徳にインスパイアされてこの作品書いたように、
文学作品にインスパイアされて作品を書くっていうのも特徴なんですよ、うん、女の人っつうのは獣性を秘めてるんだみたいな、うん、あの若い頃のモローと同じですよ。こじらせた女性感を持ってる。でその一方でこの人は無垢な少女は好き でこの人のそんなクノップフのミューズ、はい、その美の神と言えるのが6歳下にいた妹のマルグリットって人なんですよ。この人なんですよ。これは1887年に書いた妹の肖像なんですけども、これはもう生涯自分の部屋に飾り続けていたっていう作品なんですよ。でこのマルグリットっていう妹がもうほと大体の作品のモデルになってくるんですけども、これ1887年に書いたでしょ、うん、で1889年にクノップカメラ買うの、うん、カメラ買うとね妹を撮りまくりなんだよ。これね、でそれでこうさまんまでしょ、うん、で妹撮りまくり描きまくりなんですよ、うん、でよくほらコスプレで描いてるとラブラブっていうのこのチャンネルあれだけど、はい、妹にものすごいコスプレさすんだよ、うん、これまだほらなんかよくわかんない魔術ほらね、はい、でこの写真撮られたのが1902年ぐらいなんだよ、うん、だこの妹も38になってんだよ、うん、だそれなりの当時の38って言ったらかなりの大人だから、うん、それなりに大人になってるんですよ、うん、だけどクノップの絵の中ではいつまでも若いんですよ。モデルにする必要あんのかっていう気がするんだけどね、うん、あのちょっと離れたところに結婚して住んでたからそうそうあのモデルも頼めないからって言って近所のイギリス人の家庭のマケット三姉妹っていう人にもモデル頼んだりするんだけど、うん、結局全部顔は若い頃のマルグリットになっちゃうんだよ。怖い。結局本当この顔。おお本当だ。ね、はい、このスフィンクスも妹なんですよ、うん、どうやら。でこれは誰かっていう話ですよ。そうなると誰だい？自分？っていうことになるよね、うん、でこのクノップの若い頃の写真っていうのがなくてな、うん、若い頃の自画像っていうのがこんなのしかなかったんだけど、似てるんだかどうだか分かんないけどまあでもこれこう似てるしこういうところも似てるし、うん、兄弟だからな実の、はい、まあ何かしら似てるだろうと、うん、いうことなんですよ。そうすると、まあ、これはクノップのミューズであるところの妹のマルグリットと自分が仲睦まじくやってる絵ということになりますよね、うん、なんでこんなに妹をやたら描いたんだと思う？シスコンだったからと思うでしょ、うん、もうそうじゃないと思うんだよ。これね多分ね妹は女性化した自分の分身なんだよ。クノップにとってのその性的なものを感じさせる女の人っていうのはこういうことなんですよ。これは妹の顔では絶対ないんですよ。でヌードをこの人いくつか書いてないけどヌードには絶対妹の顔はないんですよ。これは獣としての女性なんですよ、うん、これは違うんですよ、うん、妹を描いてるように見えながら全部この自分の中にある女性の分身を描いてるんじゃないかと思うんだ、うん、でこの絵がどういうものを象徴しているかというとさっきも言ったようにこれがヒョウだとしてね、はい、こちらがその夜とか月とか、うん、女性原理とかそういうものの象徴だとすればこっちはまあ男性でまあ、太陽とか昼間とかそういうもの、うん、でその2つが融合してる状態、これがつまり思考の芸術であると、う
いう意味でこれを芸術って呼んでるんじゃないかと思うんだよ。でというのはその男性でもあって女性でもあるっていう両性具有、カタカナでアンドロギヌスって言うんだけど、このアンドロギヌスっていうのはさっき の, あのペラダンたちの神秘主義でもそれが人類の思考の存在なんだよ。だからクノプフは妹の中に自分のその女性性でこの自分自身とこの融合した時完璧な人間となると、そういう考えで妹を描きまくっていたのではないか。だからこの絵も女性原理と男性原理の完全な融合、これこそが思考の芸術であるって言って芸術とも呼んだんじゃないかというふうに思うんですけどね。よくわかんないんだけどね。でも妹いるけど自分の分身と思ったことは一度もないんだけどね。なんか一人っ子だからわかんないんですよね。わかんないよな、和田も一人っ子だからわかんないよな、ね、妹いてもわかんねえもん。というわけで山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ、湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると我々の暮らしもちょっと潤うということなんでよろしくお願いいたします。